そのスピード違反で50キロ以上のスピード違反とそれから飲酒運転と免許っていうのはもしパトカーに使った捕まった場合は逮捕になります。私の場合はピカッと引かないかって逮捕にはなりませんでしたが全部被疑者としての取り調べになります。今日は検察署からは略式起訴、そしてその起訴の鍵っていうか起訴状を持って検察事務官が私と共に歩いて3分の向かいの裁判所行って横浜地裁の関西支部っていうところ行ってそれで判決本読められるんですよ私の目の前で。はい、小林正官、速度超過53キロにつき、以下にのように処分をする罰金8万円一応10万円以下の罰金なので、だいたいその本当に悪質でないというのは始まるぐらいで済むらしいですけどね。なんか50キロ以上オーバーで捕まった人っていうのは罰金10万確保しておいてくださいって一応電話で言われたんですけど、8万円って言われるとああ儲かったって。で一応ずっと50日ぐらい帰ってこなかったもんですから、その呼び出し状がうちに聞いてすぐに検察署に電話をして、家に帰るのが、3月の24日で25日でないといけないって言ったら、じゃあ25日でいいですって結構多いようなんですね。で扱いも丁寧だし、バッタリもらったりしませんね。本当にご苦労様でしたと。これで一応50日繰り延べしたので、私の方もちょっとやっぱり申し訳なさって、よくそのサービスを聞いてくれたなと思うんですよね。向こうが柔軟に対処してくれた。ということで、一応9時に間に合うように出かけようということで、7時に出かけたんですけど、8時5分に着いた。時間の計算ができていた。で一応8時5分から待ち合室で寝てたんですけど、8時半に係が来まして、どうぞっていうので、それで一応これからその起訴状を作りますから略式起訴で被疑者としての取り調べになるので黙秘権があります。で喋るときには正直に喋ってください。黙秘することは構わないけど、供述したことは真実を喋ってください。ちゃんと言われるんですよ。で私は中央大学の法学部だったので、そういうことについては結構知ってるのでね、はい、でもうめんどくさい、いろいろ言い逃れすることもいろいろこう考えられるのはなれるんですけど、めんどくさいんです、言い逃れする方が、はい、認めた方が一番、まあ、事実は事実なんてピカッと引かないで写真までくっきりとせる。この写真も今日見せられましたよ、これ間違いありませんかって渡しましたね。これ木村拓哉じゃないですか。取り下げてても全然初期さんもいないし、こう月山さんで、まあ、1メーターぐらいのところで別に鉄格子もはまってますし、ドアは開きっぱなしですから逃げようと思ったってことですね。でも逃げても結局帰ってこざるを得ないですね。一番悲しい暴走族、利尻島の暴走族みたいなもんです。北海道に礼文島と利尻島っていうのがあって、利尻島はね、西50キロっていう丸い形のね島なんですよ。で、旅人が船で降りると暴走族が3台ぐらいワン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 と孵化してるわけで、もちろん女の子なんかの旅人が結構多いので、こう降りますとこの女の子にアピールするためなんですよ。ワンワンワンってものすごい勢いでスタートするんですけど、1時間後には悲しく帰る。日本で一番寂しい暴走族、走り去ることができない。どんなにどんなんと言っても必ず同じところに戻ってしまう。暴走族やめなさい。バカバカしいので、
それでね、これから授業の話は4500円の話って言いましたけど、金額を改めました。450万円します。420万円かな、400万円が本体の価格で、20万円は消費税ですね。金利手数料、ジャパネットが負担します。バカバカしいでしょうね。こんななってやってますけどね。メディアのシワは笑うことによってできるのではありません。そういうふうに信じ込まれていますけども、メディアのシワができる理由は瞬きの回数です。瞬きが多いとシワができるんです。動揺が大きい人、しょっちゅう何かにつけて動揺してる人っていうのは、とか言って瞬きしてるもんだから、それで瞬きのその筋肉の疲れがこの芝居になってくるわけですね。32分ぐらいになりますね。芝32分で動揺しないで心が安定して、どんな事件が起きようが、誰か何を言われようが関係なく、ニコニコとふんふんとか言ってる、頭からカラスが何か落としたよ、金魚がなんか変なもの巻いてるね、ふうふう、まあ分からなくていいですよ。でその何でも何でもかんでもふーんって言いながら、ぼーっとしてると瞬きの回数が少ないでしょ。そうするとね、目尻のシワが少ない。うん、例えば子供で幼い頃に親からひどい言葉を浴びて、あんたなんか生まれなければよかったのにとか言われると動揺するでしょう。その時目をパチ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 ってやることの積み重ねがシワを起こしたりするですよ。だから何言われてもね、動じない人になったら目尻のシワがなくなるわけです。で一応その心の、その動揺の量が、今までの何十年の心の動揺の量が目尻のシワの数になっているので、これから少なくしようということもできるし、今までどのくらい溜まってきたかっていうのを見ると、ああそうか、同様の日々が多かったんだな、ポンポンポンそっちの同様だったのか、何かを言われて動揺してっていうのが多かったんだな、そうか、年を取らないためには、とりあえず目尻のシワを少なくするためには動揺しないことなんだな、何言われてもぼーっとしてフフフフ、そうなんですよね、バカじゃないの、どうして俺の嫁に来たんだよ、そんなバカなやつが、ってなってかな、頭のつまんですね。合わせるレベルの人が来るんですよ、ね、しょうがないんですよね。全てがあなたにちょうどいいって初夏の言葉もあるぐらいだから、今のあなたに今の夫がちょうどいい、今のあなたに今の妻がちょうどいい、今のあなたに今の子供がちょうどいい、今のあなたに今の父母が、父母がちょうどいい、今のあなたに今の友人がちょうどいい、今のあなたに今の仕事がちょうどいい、全て、死ぬ日もあなたにちょうどいいってやつですね。みんなちょうどよく死ぬらしいですよ。だからスウェーデンの家具かなんかに囲まれながら死ぬっていうのがやっぱり一番いい死に方なのかな。ちょうどいい、つまんなかった、分かんなかったですかね。まあ、あの北欧のね、スウェーデンだとかベルギーだとかの家具っていうのがね、すごくいいもので、ここをピッとこう閉めると上のスッと開いたりするくらいの密度なんですよね。空気が漏れない、で非常に出来がいいっていうことで、イメージ以降すごく嫁になってたですけど、その時にあのクローバーですね、クローバーをこうやって詰めて、発泡するような代わりにこう詰めて送ってきたっけ、船に。でこれを爪草というようになりました。爪草、みんな爪だと思ってるけど、爪、缶の隙間に詰める、それで弾力があって缶が傷つかないようにクローバーを詰めたので、それで白いなのが白爪草、赤いのは赤爪草というふうに言うんです。
意外にはね、爪腐ってる、爪のようなと思ってるけど、爪の大きさとは全然関係ありません。はい、で、日本にはもともと古来から爪腐ってのありますけど、それはもう爪のように小さなって言って、こんなにって言っても、ダビングテープをタダで聞いてたんですけど、こんなに小さな。ただのダビングテープをロッキングチェアで聞いてるあなた。お金を払ってこないとわからないことがたくさんあるんですよ。爪腐ってこんなに違います。会長の人だけですよ、わかるという。皆さんはその爪腐っていうのがあるよね。爪の爪腐ではなくて、白爪腐はクローバーの白いやつで、赤爪腐は赤い爪角の間に詰めるものだ。ついでに言っておくとね、勾配と角配って皆さん勘違いしてますけど、勾配と角配、急な斜面に咲くのが勾配。書かないようにお願いします。皆さん意外に知らないんですけど、勾配と白梅の違いは、枝を折った時の木肌の色です。枝を折ってみると真ん中に木肌の色が白い梅が白梅とおります。で、中が赤っぽい時は勾配です。勾配に赤い梅が咲くのは9割品、勾配なのに白い花が咲くのは1割品。これは非常に珍しい希少価値なので、梅の好きな人は勾配欲が湧く。白い枝に赤い白い花が咲くのが9割ですけど、赤い花が咲くのも1割です。だから花を見てこれを勾配、これを白梅っていうふうに言えない。知らなかったですか？60年生きてきてるかもない。初めて。そうですか。感動ですか。一応4500円で。それで、だから咲いてる花を見て、あ、勾配が急に綺麗になったねとかっていうのは、それは正確に言うと枝を見ないと分かりません。で、じゃあ枝を必ず折ればいいのねっていう人がいるんだけど、折らないでいい、そんなのないで、はい、クレヨンしんちゃんじゃないんだから、折れ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 。大体どっかの枝がちゃんとこう切ってあります。剪定されてますね。きれいに折らなくてもちゃんと切ってありますから、それ見れば白感が分かります。はい、で、まあ、あの梅はね、バラ科ですよね。だからバラのような花が咲くんです。まとまって咲いているのに。桜も同じバラ科ですけども、桜の方はあまり長く見てるとね、気分がちょっと変なふうになってきますよ。桜この花咲くや姫っていう人が古事記日本書紀の中でこうやって灰を巻きながら、この花や桜、この花や桜って言ったので桜って言ってました。大した話じゃなかったですね。目尻の話なんですけど、目尻が結局シワがたくさん集中するっていうのは、自分の中に動揺があったってことだから、一喜一憂の心が非常に大きかったってことですね。だから目尻のシワがないということは一喜一憂がなかった。だから今日からなるべく一喜一憂しないで、目をこうパチパチやるのも、まばたきするの回数を減らそうっていうと、だんだんシワがなくなりますよ。
で、この事実に気がついて、あんまりいちいち動揺しない方がいいんだということを、自分の師匠が、目尻の師匠が教えてくれたんでしょう。これを、目尻を今夜もありがとう。わかんないですよ、隣の人に聞いてください。40年以上前に歌ったり、今度カラオケ行った時は面白いかもしれない。メジリーの海がもうありがとう。ちなみにですね、私の声が眠くなるらしいです。一番眠くなるのは私です。自分でこう聞いてると、自分がこう、カナダのどっかの都市に行ったような気がして、トロントロントが始まらないからバカバカしいでしょう。はい、でも今日は初めての人が39人しかいないから、まあいいや。あるところで、80人ぐらいの講演会がありまして、1時間40分のうち1時間38分ぐらいの自己紹介に費やしました。で、問題について喋ったのは5分ぐらいだ。で、一応いくらなんでも5分しか喋ってないし、問題にほとんど触れてないので、主催者に謝りました。私今日はちょっと調子に乗って、自己紹介が長くて本題に喋れなかったので、80人のうち次回3ヶ月後にまた予定されてたんですけど、次回も来ないでしょうね。まあ、最低でも半分の40人20人か30人とかになると、来年、次回はもう赤字で、主催者は相当な赤字を確保しなくちゃいけないですよね。すいませんでしたねって私は言って帰った。3ヶ月後そこ行ったら160人の人が来てます。前回全然テーマについて喋ってないのに、どうして皆さん来たんですかって聞いたんです。そしたら、前回聞けなかったから。喋らなくてもいいじゃない。ずっと4年先まで聞き取ってもいい。わかんない話、こうおたまじゃくしが見てですよ、古池の川で溶け込む水の音ですよ。実はおにぎりを峠の茶屋で買おうとしたんだけども、松尾橋はお金がなかった。そしたら池のほとりで食べているある人が、お腹いっぱいだ、もう食えねえやって、まあ表から捨てていこうって、おにぎりをこう池に捨てたの。古池屋と買わず飛び込む水の音場所はお金がなかったので、そのおにぎりを買わないで自分で飛び込んで食べたという句だった。嘘ですよ。ではそこで問題です。古池が買わず飛び込んだ水の音、買わずというのはカエルのことですけど、3匹カエルがいてね、高さ3尺っていうのは90センチ、90センチの石の上に3匹のカエルがいて、1匹目がピョンと飛んで30センチ、1尺だけ飛んでチャポンと落ちました。場所が見ていたら2匹目が2尺60センチポンと飛んで場所が落ちましたね。3匹目が3尺90センチピョンと飛んで、まあ3尺の高さで3尺の距離だからそんなに大変飛べないけど、とりあえず3尺飛んでバシャンと落ちてですね、この3匹のカエルは大人だったでしょうか、子供だったでしょうか。あ、動揺が広がっている。3匹とも大人です。ことカエルの子はおたまじゃくしです。言ってるじゃないですか。石の上にカエルが3匹いましたって言ってるじゃないですか。分かりましたか今。ではそこで